久保さん。懐かしいですね。僕も高校、初めて僕がお金稼いだ時っていうのは高校生の時なんですけど、インター、インターハイが終わってからアルバイトをしましたね。スーパーのレジ、ヒカキンさんですよ。スーパーのレジ。で、焼肉屋のバイト。このね、この二つが人生の初のお金稼ぎでしたね。焼肉屋のまかないをめっちゃ食ってましたからね、鬼のように <laughs>。 でも初めてお金稼いだときに、あのー、すげえ嬉しかったですね。で、最初僕は、一番最初にお金稼いだお金何に使ったかっていうと、まあ、いつもの僕貧乏でおごってもらったりとか、めちゃめちゃ恵んでもらってたんですよ。ね。くれくれ、みたいな。<laughs> くれくれ聖人だったんですね。<laughs> そう。なんかそのジュース買ったらちょっとくれよ、みたいなね。<laughs> くれくれ聖人ですよ。<laughs> そう。で、 一番最初に初任給入った時に、同じ初任給じゃない、バイト代ですね。バイト代入った時に僕何に使ったかっていうと、まあ、同じね、下宿所、同じ下宿で住んでるその、同期の子と、ちょ、バイト代出たから、おごっとるぜ、みたいな。回転寿司行きましたよ。8万ぐらい出たんですよ。で、よし、好きなの食え、みたいなね、高校生の時。いや、気持ちよかったっすね。 いつもくれくれ成人だったんだけど、今度出す、あの、お金をね、こう、おごってあげるっていう立場っていうのは初めて経験しましたね。まあ、あと、その後、まあ、バイトを高校卒業までずっとやって、まあ、50万ぐらい貯めて、その50万で免許代30万使って、残り20万余ったんで、その残り20万で、今度ね、親にね、あの、 そうそう、覚えてるんですけど、これは結構忘れないですね。まあ僕、免許代自分で稼いで、ね、免許取ったわけですよ。で、親父の車乗って、免許取って、まあ車ないわけですよね。でも免許はあるわけですよ。だから親父の車乗って、食べに行くことがあるんですよね。で、あの、ファミレス行って、好きなの食べなさい、みたいなね。今日は俺のおごりだ、みたいなね。で、母ちゃんが、 なんかパンを食べてたんですけど、美味しいって食べてて、あれ結構忘れないですね。なんか大人になったなっていう <laughs>。すげえ大人になったなっていうね。あの、思い出がありますね。うーん。まああれから何年あれ18歳の時でしょなんで20年以上経ったのか。もう20年以上経ちましたね。20年か。 20年です、あれから、うん。まあ、まとめましょう。まとめましょう。まあ、昔はね、あの、やっぱそのアルバイトと、アルバイトっていう、その、まあ、求人票を見て、バイトして稼ぐ、っていうことしかわからなかったんで、それしかなかったんですよ。でも今は、他の稼ぎ方が分かってるわけですよね。うん、だから、 その労働してタイムカードを切ってお給料をもらうっていうまあ生活ではないんであれなんですけど何かっていうと知ってるか知らないかそしてそれをやるかやらないかで人生は本当に大きく変わるなともし僕がネットで稼ぐっていうことを知らなくてやっていなかったら多分僕頭悪かったですから就職もそんなできなかったんで多分今コンビニでバイトしてるかもしれないですネットで稼ぐってことを知らなくてねうん そしたらこんな自由な生活してないだろうし、まあ、8時間、9時間、8時間ぐらいバイトして、まあ10まあ、例えば16万ぐらい稼ぎたい、20万ぐらい稼ぎたいんだったら週6、7、ほんとそれぐらいバイト入れないときついだろうし、まあ、時給上げたいんだったら深夜行くしかないし、だやっぱね、知ってると知らないので、もう本当に運命の差が出るなっていう、その稼ぎ方、いろんな稼ぎ方があるっていう。だけど、この久保さんも言っていましたけど、 お金に意識がいってるかどうかって超大事であのー、当時その僕はまだ投資やってないですけどその BN お金に意識はあったんで貧乏だったからねだから BNF さんがテレビで出てた時とか食い入るように見てましたからねすげえなみたいな、まあ、一番最初給料明細ですよ給料明細だったと思うんですけど給料明細テリートさんの,その,あの企画のあれで BNF さんが立てたか出てたんですよすげえなみたいなパソコン1台でモニターブワーってね そういうなんか、ね、ジェイコン男みたいなね出てましてすごいなと思ってね見てましたけどうーんだからなんだろうなお金に意識がなければそもそも知ることもできないとで少なくてもこの億万長者合宿にを見てるってことは間違いなくお金に意識はどっかしらあると思いますお金に全く意識がなかったら億万長者合宿みたいなタイトル見なくないですか まあ、多分見ないですよ。お金のことに意識ない人が、この億万長者合宿みたいなタイトルの動画クリックしないですよ。つまりお金に意識あるわけじゃないですか。で、稼ぎ方とかもね、勉強しようと思えば意識があるからできるわけじゃないですか。あとは実際にやって、それができるようにする。できるようにするまでやりきるってことが大事ですね。うん。みんなやっぱね、あの、習得するまでに、 終わっちゃうんですよね。そう。で、さっきね、久保さん音声対談撮ってたんですけど、57歳。久保さんは今、48ですかうん。その人、57歳ですよ。57歳で、先月、YouTube、去年から始めたんですよ、YouTube。でね、YouTube で去年、先月、まあ、広告単価上がったっていうのもあるんですけど、多分、先月、久保さんも広告単価高かったと思いますけど、あの、39万いったんですよ。 マジっすかみたいな。ちょっと音声対談お願いします。みたいな <laughs>。で、先月100、YouTube の全体の再生が、ボリュームが160万ぐらい回してますね。って言ってましたけど。39万すよ。すごないですかこれ、コンビニで39万稼ぐとか、どれだけ働いても結構むずいですよね。てか、無理じゃないですか。コンビニで時給800円で39万稼ぐって無理じゃないですか。 だからやっぱね、あの意識、まずお金に意識があれば、まあこういう動画見るだろうし、あとは学んで、あとはやって、えー、それをものにするってことですね。うん。だから久保さんのなんかマインドセットの中に、どうせやるんだったら、なんか、なんだ、プロレベルになるみたいなね。うん。なんかやれないことでもや,るやれるようにな、なんか言ってましたよね。うん。だからなんかみんな中途半端にかじって終わりなんですよ。本当に。 うんいや,やりきった方がいいですよ、やりきった方が。だ僕、嬉しかったのが、やっぱ1年続けてるし、もちろんまあ収益出してるんですけど、僕、びっくりしたのは、あの音声対談しててね、パソコンね、パソコンがまだ Windows7、まだ6年前ぐらいに買ったパソコンの Windows7、動画編集ソフト3000円で、これで39万生み出してるわけですよ。マイク5000円って言ってましたけど。 いや、凄ないですかうん。で、去年から始めたんですよ、YouTube はね。そのチャンネル。だから、56ぐらいからスタートして、凄ないですかうん。やっぱ、だから、結果を出すまでやるっていうのが大事だかなと思いますね。うん。そう。はい。いってらっしゃい。